やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回やってきたのは、BQEYZ の新作、BQEYZ クラウド。BQEYZ 製のイヤホンは、新作が出るたびに新しい挑戦が行われていて、ピエゾツイーターを搭載したトライブリッドである、スプリング、サマーシリーズ、そこから DA を取り除いたトパズ、骨伝導系ユニットを搭載した、ウィンタートーウィンド、1ダイナミックドライバーとダンパーチューニングを高めたオータムなど、登場するたびに魅力的な側面を見せてくれていたんだけど、今回登場したクラウドは、1ダイナミックドライバーをベースにしたモデル。性格的に一番近いのは、1ダイナミックドライバーのオータムだな。BQEYZ の上位ラインがほぼ採用する、アルミシェルに包まれていて、高音のキレなどはしっかり保たれる。そして、クラウドで新たに搭載されたのは、パッシブラジエーター。パッシブラジエーターは、パッシブ。つまり自分から動かず、受動的に動作する仕組みで、ダイナミックドライバーの振動板がそのまま入っているようなもの。でも、振動板は自分から動かない。じゃあ、どんな仕事をしているのかというと、太鼓の叩いていない肩の面みたいなものだ。イヤホンの中で発生する音の振動の一部を受け止めて、自身が振動することによって、その音色をより深みのあるものに高めてくれる、というわけ。これらの構成から生み出されるものは、DA 由来ではない、刺激的すぎない高音域、1ダイナミックドライバーから生み出されるナチュラルな中音域、弾力感のある音を実現する、パッシブラジエーターと、ソリッドな印象を強調する金属ハウジングの足し引きで生まれる、ちょうど良い低音域の量感、といったところだな。重量は軽く仕上げられていて、サイズも大きくない、装着感は良好で、誰にでも問題なく装着することのできる、イヤホンとして仕上げられているぞ。付属品については、標準的なものが付属。このイヤホンは、早割りで約2万円の価格で登場したんだけど、この価格だと実現してほしい、4.4mm バランスケーブルの付属だけど、今回は、2.5mm、3.5mm、4.4mm のそれぞれの端子にしっかりと対応したケーブルが選択可能だ。購入時に選択するタイプなので、間違ったプラグサイズを選ばないように注意が必要だな。付属ケーブルの質感、取り回しも悪くない。標準ケーブルでも、十分にクラウドの旨味は発揮できているように感じられたぞ。さて、このクラウドの音色について。おおむね、想像していた通りのものがお出しされる。高音域はくっきりと聞こえる。従来シリーズと異なり、ピエゾツイーターや DA ドライバーが搭載されていないので、結構柔らかめになるかと思ったけど、チューニングと、よく高音域が通るアルミハウジングのおかげで、高音はしっかりと爽快だ。それでいて、刺激音は限界を超えにくいので、十分にその存在を主張するパートになっている。金属音の表現も、アルミハウジングの硬質な響きのおかげで、しっかりと出るぞ。この部分の印象のおかげで、しっかりと広がる空間も認識できる。これからの時期にぴったりの爽快感のあるイヤホンだ。中音域はナチュラル。ただ、高音の響きが硬質なので、ナチュラルというよりは誇張感のあるイヤホン、という印象が強い。ボーカルは、男性、女性ともにかっちり聞こえる感じ。ブレスなども結構ちゃんと聞こえる。空間拡張感がある中で、割とドライ寄りながら現実的なボーカルが聞こえるので、ここが感性にうまく噛み合うかどうかがクラウドがお気に入りになるかどうかの分かれ目だと思うな。そして、低音域。高音域の拡張感を潰さない、広い低音域だ。大体、高音域を妨げない低音域というのは、極端に音量が小さかったり、余韻が排除されていたり、ベースが著しく減っていて、サブベースにその存在感を依存するものだったり、と、音色のバランスにからくりがあったりするわけなんだけど。今回のクラウドの場合、そのからくりは、パッシブラジエーターによる、空間の広がり、という点だと思う。クラウドの低音域は、特別強いバランスになっているわけではない。だけど半拍遅れてしっかり余韻が入る、パッシブラジエーターの魅力を引き出したものになっている。パッシブラジエーター採用モデルは、樹脂ハウジングのものだと、その存在が大きくなりすぎて、全体を塗りつぶすような低音にもなりやすいんだけど。今回のクラウドについては、アルミハウジングのおかげで、余韻を残しすぎず、また、低音を物量で押しつぶす感じがないので、しっかりと全体の見通しを確保できる。これらを全体的にまとめると、パッシブラジエーターの仕事が適度で、かつ、一般を上回る、拡張された空間表現を聞くことができる、金属音が明るく響く、それでいてバランスの良い、明るい、感触系、ニュートラルバランス、強調された空間表現と低音の弾力、が、魅力のイヤホンだ。キラキラしたサウンドが好きで、かつ今までとは一味違う空間表現を楽しみたい人におすすめだな。先日まで出てた骨伝導系や、1ダイナミックドライバーでより自然な空間表現を持つ、BQEYZ オータム、それらともまた違うアプローチの一本になっている。価格も、高騰した骨伝導系よりお手頃に手に入るし、パッケージ内容も満足いくものになっているので、興味があったら触ってみると、きっと満足できるだろう。割と想像つきにくい構成だったんだけど、しっかり BQEYZ の持ち味を活かした一本だったぞ。というわけで、ゆっくりから生物に交代だ。
というわけで本日もヨタ話にお付き合いいただきありがとうございます。レビューふぐみかんのふぐみかんです。今日テストしたのは BQ アイズのクラウド。割と BQ アイズとしては今までね採用してなかったパッシブラジエーターを採用した結構新機軸のイヤホンだと思うんですけど、ここ最近こう BQ アイズやっぱりこうどれもこれもちゃんと違うっていうのが魅力的ですよね。このクラウドの前に登場したウィンドはコイル系骨伝導っていうのが軸足になってました。でその前のウィンターはピエゾ系骨伝導っていうのが、まあ骨伝導がどうこうっていうちょっとね議論があるんですけど、まあそれは置いといて、実際そういう風に呼ばれてるドライバーで ちゃんと特徴的な音が出るっていうものが採用されてたわけですね。でその前はねピエゾツイーター系にかなり注力した時期とか、それからオータムンっていうあの1ダイナミックドライバーのね非常にバランスの取れた傑作も以前登場してます。ということでこう BQ アイズってスプリングっていう四季シリーズ、四季、日本の四季の四季ですね、四季シリーズ以降はとてもこう独自色の強いブランドで、かなりこう魅力的なイヤホンを連続して、まあちょっとねスパンは空いてるんですけど登場させてるっていうブランドなんですけど、今回のクラウドに関してはパッシブラジエーター、割とねこう2010年代の中頃ぐらいとかその前ぐらいに日本国内でもちょっと扱われた題材ですよね。パッシブラジエーターっていうのはダイナミックドライバーの振動板だけが入ってるような、すげえざっくりした説明ですよ。実際にはそのもうちょっと違うのかもしれないですけど、このダイナミックドライバーの振動板だけが収まってるようなユニットっていうのがダイナミックドライバーと別にあって、でこのクラウドのアルミハウジングの中でダイナミックドライバーが鳴ると、そのダイナミックドライバーの音を反射して反響して、こうより音に深みを生み出すよっていう代物なんですね。で過去にねこういうパッシブラジエーターのモデルをいくつか触った時には、小音量で動作しないからちょっとこれは使えないなっていうモデルとか、それから樹脂ハウジングに反響してしまってパッシブラジエーター以外の音がこうガチャガチャ出てしまって、最終的にこう低音がすごく強くなってしまって、なんだかこう全体を塗りつぶすようなイヤホンになってしまってるなっていう印象のものが結構多かったんですけど、今回ねこうやって触ってみてパッシブラジエーターに関してはクラウドはすごくうまく付き合ってるというか、割とねこう本来のパッシブラジエーターの挙動からかなりこう美味しいところだけを絞り出しているというか、そんな感じの印象が強いです。そもそもそのクラウドって超重低音イヤホンというわけではないんですね。全体的にバランスが良くて、むしろ高音域の主張の方がちょっと強く感じるぐらいのバランスに仕上がってます。ボーカルもねあのちゃんと調整されていて、その一芸特化ではあるんだけど、一芸がちゃんとこう全体に影響を及ぼしているので全体がいい感じに仕上がってるイヤホンという感じにもなってるんですね。全体的な印象はかなりこうアルミハウジングっぽい感じの明るい音です。残響が少なめでこうカリカリした高音域が楽しめますね。バランスのアマチュアとかを使ってるイヤホンとかに慣れてる人でも全然耐えられるぐらい明るい音 で逆にこう暗い音の表現、いわゆるこう例えば単動性のすごく重たいハウジングを使ったアイコーの OH10 みたいなちょっとしっとりした表現はむしろ苦手な感じになってます。全体にこうカラッと、ドライな感じで、なおかつすごく音域がね綺麗に響くので、そういう音が好きな方にはいいんですけど、この空気感っていうのを想像しないで買ってしまうとちょっと後悔するかもしれないです。もうここはね完全にそういう音作りっていうところに特化してる感じがするので、でそれでねそういう雰囲気の中でバランスはちゃんといいので、いろんなジャンルに使えるよっていう感じのイヤホンに仕上がっています。実際こう使ってみると、まあアルミハウジングね、過去のモデルがちょっと骨伝導でドライバーがでかかったり、いろいろ制約があったので、こうしばらく最近の BQ アイズを触ってて装着感に何度かあるなっていうふうに思ってた人は、今回の BQ アイズ全く装着に関しては不安を抱かなくて大丈夫です。ここは安心ですね。装着は通るし、それからケーブルもね、バランス 4.4 ミリと 2.5 ミリのラインナップがあるので、そこも全く問題なく使用できます。もちろんね、3.5 ミリアンバランスのケーブルも選択することができますので、購入時に必ず選択するようにしてください。実際に聞いてみると、本編の方でも述べてる通り、でそれからさっきも述べた通り、ブライトでかつバランスのいい音です。ただしかなり脚色はされてます。音域がねすごい綺麗にキラキラ響いたりとか、それから中音域はね、ボーカル割と自然なんですけど、自然なせいでこう個性がちょっと少ないので、音域側にちょっと止まれ側地になる場合もあるので、そこは曲を選ぶ感じになってますね。低音なんですけど、やっぱりそのアルミハウジングってすごくこういうパッシブラジエーターとか振動ユニットに対して相性がいいみたいで、他の余計な残響をこう生み出すような、ハウジングを使用しているイヤホンと比べると、やっぱりねこのクラウドって変な余韻がないってところがすごく魅力的だと思うんですよ。
余韻はあります。ちゃんとねそのパッシブラジエーター由来だなって思う感じのこう音がねちゃんと低音が弾力があってあの徐々に減衰する感じっていうのがこのパッシブラジエーターの時で実現してますし、それでいて他のね樹脂製のハウジングを使った振動ユニットとかパッシブラジエーターを採用したモデルっていうのはもっとこうなんかバインバイン変な余韻が残るんですよ。でそれのおかげでこうかなり低音が社会的になってより強烈な低音を楽しめるっていうメリットもあるんですけど、クラウドはあえてそこまでやらないでアルミハウジングでスパッと抑えちゃいましょうっていうところがちょっとあって、アルミとそのパッシブラジエーターの組み合わせっていうのがなかなかね今までその国内モデルではなかなかなかったんですけど、まあこれがねまたいい味を出していて、こうちゃんと、一発目のキックはそこまで強くないです。12ミリとか10ミリとかってその最初にドンと出る時の音っていうのがすごく印象的になりがちなんですけど、クラウドの場合はちゃんとこうある程度力強いのがボンって出て、出た後そのまま綺麗にこう沈んでいく感じ、低音がなくなっていく感じがするので、そこがねこのクラウドの低音の良さっていうところになると思いますね。なので、高音域と中音域を全く邪魔しない、むしろこう引き立てるぐらいの音量ではあるんだけど低音がちゃんと効いてるという、この低音量っていうのは結構魅力的に感じました。で、このクラウドの前に、BKZ のオータムっていうモデルが出てて、オータムの方は確かダブルチャンバーかな、デュアルチャンバー、ドライバーの外側とさらにそこ外側に壁を作ることによって、その壁のね設計をちゃんとすることによって低音とかそこら辺の厚みを増しますよ、響き方を良くしますよっていう仕組みなんですけど、オータムはすごく自然なんです。でバランスも結構ニュートラルなので全体にこう聞いて全く癖のない音っていうのが楽しめるなっていう印象だったんですけど、今回のクラウドに関してはここねパッシブラジエーターで味付けしてあります、高音も味付けしてあります、でも全体はニュートラルなバランスになってます。だからこうニュートラルなんだけどすごく明るいイヤホンだなっていう印象がすごい強かったんですよね。今までのまたアプローチと違って、その解像度が非常に高いものがね一時期のこう BQIs のアプローチだったんですけど、割とこう優しい音だからトパーズとかね、あとサマーとかあそこら辺のこうちょっとね柔らかい音とかもできるのかなと思いきや、こうきついから止めるっていう場所だけはちゃんと止めるんですけど、それ以外のところは割とこうパリパリしてるんですよこのイヤホンだから今までの BKIs ともちょっと違う印象がありましたね。実際こう1ダイナミックドライバーだけですごくこう全体の、バランスとかそれから全体の解像感っていうところをちゃんと実現することができるっていうのはすでにねオータムで証明してるので、そこにさらに一味加えたらどうなるかっていうのを実現したのがこのクラウドだと思います。パッシブラジエーターは本当にうまく仕事してますね。他のね例えばパッシブラジエーターを採用しているものっていうと、パッシブラジエーターでは正確にはないって言われてるんですが、レッドショワーの S15 なんかはあれは平面駆動にねさらにパッシブラジエーターみたいなものを足すことによってすごくこう全体に厚みがある音を生み出すんですけど、レッドショワー系のこのパッシブラジエーターとかそういうものによって生み出される低音っていうのともまた違うんですよね。あっちの方がこうより弾力があって余韻も長くて、で空間全体にこう低音が響く感じなので、低音がね一見こうあっちの場合は全体を埋めるように見えてちゃんとこう他の部分のシーンも強いよっていう仕上がりなんですけど、クラウドの場合は割とこう低音行ったりいなくなったりっていうのを繰り返します。出て消えて出て消えて、で高音が、全体を支配的に鳴らすっていう印象がすごい強かったんですけど、ただバランスとしてはね高音が強いというか大きいというわけではないので、ちゃんとね低音とかの存在感もあるという感じに仕上がってますね。なかなか面白いイヤホンを出してきたなっていうのが正直なところです。音として強くはないんですけど、でもちゃんとこう聞いてるとどん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 味わいが出るなという感じのイヤホンにもなってます。そもそもねその一番最初に感じるキャラクターとしては結構強いんですよ。感触傾向が強くてね、なのでこう触ってて面白いイヤホンなんですが、味わいもねこう聞けば聞くほど、あここがよく聞こえるんだっていうのが増えてくるんじゃないかと思います。さて皆さんにとってクラウドはどんなイヤホンになるでしょうか。値段としてもね2万円でこう過去の BQIs シリーズと比べてもねかなりお買い得になってますので、この音を楽しんでみたいと思った人は今回の特に超早割りのねタイミングでぜひとも買ってあげてください。今ね僕がお昼にレビューして夜に投稿するんですけど、このお昼の時点でもうすでに100台終わってますので、結構半分以上は売れてる感じなのかな。超早割り以外のね早割りとかもあるので、そちらの値段でもね十分魅力的だと思いますので、超早割りをなくなってしまってもまだまだ諦めずにちょっと調べてみるといいと思います。
といった感じで今回はここまでです。そう、ダイナミックドライバーが結構 LCP なんだけど、 LCP にしてはすごく感触傾向に仕上げてて面白いイヤホンでもありましたね。感触な LCP が欲しい人もぜひとも触ってみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ふぐみかんでした。ありがとうございました。